シンプリチウスとファウスティヌス、そして、ベアトリスは、カトリック教会の聖人及び殉教者である。記念日は7月29日。シンプリチウスは、シンプリキウス、シンプリキアヌス、ベアトリスは、ベアトリクス、ビアトリクスとも表記される。次のような聖人伝が伝えられている。シンプリチウスとファウスティヌスは、ディオクレティアヌス統治下のローマ帝国において、拷問を受け。 棍棒で殴られた後に斬首され、遺体は、テベレ川に投げ込まれて殉教した。妹のベアトリスは彼らの遺体を川から引き上げ、埋葬した。その後7ヶ月ほど、ベアトリスは、ルキナという敬験なキリスト教徒と隠れて暮らしていたが、兄弟の領地を狙っていた、都長官のルクレテウスはベアトリスを捕獲し、非キリスト教の神に捧げ物をするように命じ、 彼女が断るとその夜のうちに兵士に命じて考察させた。ルキナは彼女の遺体を盗み出し、二人の兄弟と共に埋葬した。領地を手に入れたルクレティウスは宴会を催し、殉教者たちを笑い者にしていたが、その場にいた赤ん坊が、都長官は人を殺して、領地を奪った。悪魔の手に落ちたと叫ぶと、ルクレティウスは悪魔に取りつかれ苦しみ死んだ。 これらの聖人伝の他に、三人についての記録は、残されていない。ローマ郊外の地下墓地に三人の姿が描かれている。フレスコ画がある墓があり、保存されている。また、レオ二世によって、彼らの聖遺物は、聖パウロ教会に移され安置されたが、後に聖遺物の大半は、サンタマリア・マッチョーレ大聖堂に運ばれた。ヘアバーマン、チャールズ、エド、シンプリシウス、ファウストネス。 アンドベアトリーチェカトリックエンサイクロペディアニューヨークロバート・アップルトン・カンパニーありがとうございます